も今日は仕事や人生が辛い時に特化した心理学的な乗り越え方、これについてのお話をさせていただきます。前回ね、精神的に辛い時の心理学的な抜け出し方の10ステップこれお話ししてるので、精神的に辛いなという時はね、よかったら前の動画見ていただければと思っております。で、今日はね、ゼクシーの、監修記事、1月に、ね、発行しているゼクシーのセキュラーゼクシーの監修の、私が監修している記事があるんですけれども、それに対してちょっとね、詳細な説明になってるので、少し専門的な話になるんですが、もし分かんない方はそちらのね、ゼクシーの記事を見ながらお話を聞いていただければなというふうに思っております。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。じゃあ早速入りますね。まずね、人生の2つのことを今日話そうかなと思って、人生と仕事の件なんですが、人生の不幸や不満を乗り越える方法ね、人生の不幸や不満を乗り越える方法としては、まずね、2つのステップがあります。まず1つのステップが、不幸や不満を記録するということですね。そして2つ目に、不幸や不満の感情に隠された自分のミスや弱点を見つけるということなんですね。ね、不幸や不満を記録して、その感情に隠された自分のミスや弱点を知るということなんですけれども、どういうことかというと、不幸とか不満の感情って自然と脳内に増幅しちゃうんですよ。増えちゃう。だから、増幅する前に記録をするんですよ。で、記録をすることで客観的に捉えることができて、で、過去を振り返った時にはそれが自分のモチベーションにつながることができるんですね。だから、ね、よく不幸とか不満の感情は自分に対して何かしら行動や改善を求めている時に起きる感情であるということなんですよ。で、したがってね、このネガティブな感情を起点にして行動に変えてモチベーションにつなげていくということが非常にね、大きな効果となります。あとはね、この面白いのがネガティブな感情、このネガティブな感情を利用して生き残った子孫が現代人なんですよ。だからネガティブ感情を使いこなして進化の過程にするということが非常に大事ですね。要は不幸とか苦痛とか避けるね、もう避けるのは意味がないことなんですよ。むしろね、不幸とか苦痛っていうのはもう貴重なものであると捉えるということが非常に大事になってくるところですね。これがね、本当にね、こう人生が不幸、不満だということを乗り越える時のステップなんです。じゃあ次はね、仕事。仕事が辛いと感じるときに特化した乗り越えた方。これは何があるかってことなんですけれども、これね、私が過去 CFO とかいろんな管理本部長とか計画室長とか散々いろんな企業の役員とかやってたんですけれども、オリーブでもね、計画室長とかいろいろやってたんですが、これ心理学的な3つのステップあります。まずね、1つ目は、あらゆる行動の意味を深掘りしましょうってことです。あらゆる行動の意味を深掘り。そして2つ目のステップは、自分の行動に深い意味を感じましょうってことです。自分の行動に深い意味を感じる。そして3つ目は、職務経歴書に定量的に追加できることはないかを考えましょうってことです。だから職務経歴書に、ね、今年はこうやった。これをじゃあ来年になった時にね、この職務経歴書を上書きした時に自分が定量的にどんな実績を上げられるか、これね、追加できないかってことを考えることなんですよ。要はね、自分がやってる仕事とか行動に意味がないと、やっぱり人間ってなかなか頑張れないものなんですね。なので一つ一つに意味を見出すことで、それが成果につながるんですよ。成果につながり、やがて辛いと感じなくなって乗り越えることができるんですね。で、またね、自分の未来が見えることで辛さを希望に変えることができるんですね。非常にこのね、チェンジングができるということです。で、あくまでもね、この職務経歴書に定量的に追加できることとか、その行動の深い意味だったりとか、すべてそうなんですが、あくまでも自分なりの解釈でいいです。誰がどう見るかじゃなくて、自分なりの解釈で全然大丈夫です。で、またね、職務経歴書については無理やりでいいから、定量、数字的なものを加えるということですね。例えば経理の方なんかはね、なんかこう、いや、私定量的に実績書けませんとか言いますけども、これをね、1ヶ月で仕分け何本打ってますか、切ってますかとかね、あと決算で何日間のものを何日短縮させたとかでもいいんですよ。だからね、いくらでも数字にね、営業だけじゃないんですよ。やっぱり営業部門は数字として上げやすいですけれども、管理部門、人事とかね、法務とか、そちらの方ってなかなか数字にしにくいって言うんですが、実はね、数字にする方法っていくらでもあるんですね。なので、要は他人から見てはこじつけのように見えても関係ないので、一旦自分が行動していること、これに対して意味を見出せることをしましょう。そして自分の行動に意味を見出せるのは自分だけしかありません。だから私が過去、オリーブでオリーブとかで、よくね、有名な女性のアパレルブランド、あそこで、管理職していた時とかなんかは、やっぱり部下に、来年ね、自分が転職しようと思った時に、職務経歴書あなたやってること何書けるの、それ書きな、考えながら進みなよって話をしてたりとか、それ以外の他のいろんな様々なところの会社とかでもね、やっぱり CFO やったりとか、管理本部、私結構ね、7社ぐらいの会社で、役員、執行役員とか、やってたんですけれども、そこの会社の全てのところで、部下たちにその話をしていました。で、それをすると何が違うかっていうと、
転職しろと言ってるわけじゃないんですよ。自分の部下たちに転職してくれとか、あと転職を促すわけではなくて、自分のやってることに行動に見よう、価値を見出しましょうと。そして自分が求めてることとか将来的に進みたいこととか考えた時に、逆算した時に自分に足りないものは何か、これを埋めていくことができるようになるよね。今やってるのはこれが何本できた、じゃあこれの次のステップでこれができるようになるよねとかいうことをやっていくだけでも、全然ね、自分がやってることに価値を見出せるんですよ。よく企業の歯車の一つで、一つ毎日毎日同じことやってるルーティンばっかりだって嘆いてる方いらっしゃるんですけども、これもね、実はね、考え方を変えることによって自分を上げていく過程になるんですよ。同じルーティンの中でも、その中で時間を短縮させたいとか、レベルアップしたいとか、深掘りしたいとか、次のステップ進むようになっていったりとか、いくらでもできるので、やっぱりね、もうすべてに行動の意味を深掘りして、でさらに自分の行動に深い意味を感じて、でかつ職務経歴書の定量的に追加できることはないかを考えていくと。だから私なんかはね、今会社の経営してますけれども、もううちスタッフも何人もいて、うちの婚活コンシェルジュもいるっていう状態なんです、うちのスマートブライダルって。で私が経営者のトップなんですよ。トップなんだけど、でもやっぱり自分のやってる行動には常に意味を見出すようにしていて、かなり定量的で、常になんかお前何をやるんだっていうふうに言われてるかもぐらいな感じだと思うんですけども、私は全部そうやって書くようにしてるって感じですね。ということでね、今日はね、仕事とか人生が辛いと思った時に、抜け出す心理学的ステップっていうのをね、いろんなことで、いろんな心理学のところを書くところを踏まえてお話しさせていただきます。脳科学と思えてね。次回はね、じゃあ好きな人、この好きな人忘れられない、どうしようとかね。でもだから好きな人忘れられなくて辛くて恋愛が辛いんだな。こういう時にね、特化した乗り越え方、これについてお話をさせていただきたいと思っております。ぜひね、時間もご覧いただければと思っております。よろしくチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。あとね、皆さんが思うね、人生の不幸とか不満、あと仕事とか辛いっていう時に抜け出し方、皆さんどうされてます？よかったらぜひね、皆さんが自分はこうやって抜け出してるよっていうのをぜひそのコメント欄の方にください。それいただいて、私の方でいろいろね、こうやって乗り越える方法もあるんだねっていうのを私も学ばせていただきたいなというふうに思っております。でこれ見た方もね、それ見て、あ、そっか、自分は今こう辛さがあるけどこうやって抜け出せるんだなというふうになるので、ぜひね、お互いのため、人を助けるためにということもね、考えてね、プラスのポジティブな意味で書いていただければと思っております。それとは下の概要欄のところにいろんな婚活に聞く情報とか、身元保守のパーティー情報とか、前いろんなアドバイスとかね、やってますので、よかったら下もご覧いただければと思っております。ということで、次回また動画でお会いしましょう。さよなら、はい、ありがとうございます。